皆さんこんにちは、サルです。今日はですね、セリアから新発売されてた折りたたみミニごとくフォールディングミニトリベッドっていうんですかね、アルコールストーブや固形燃料のごとくに折りたたんでコンパクトっていうね、こういう商品を簡単にレビューしていこうと思います。ジャンコードですね。はい、いよいよね、新商品が出始めたということで楽しみなんですが、一応下記に関することなんでね、使用上の注意点を読んでからね、ご利用ください。まあ製品が熱くなるのでね、やけどに気をつけてくださいねとか、鋭利な部分があるので、手に怪我をしないよう気をつけてくださいとか、まあそういったことが書いてます。そしてこちらが品質表示ですね。材質は本体がステンレススチール、リベットが銅ですね。サイズは縦が 7×横が 21.3cm で、エコー商事さんの商品というふうになっております。エコー商事ですね。まあおそらく皆さん思うのは、重たいな結構っていうね、その重たさ感があるんですよ。それが伝わってきます。で、写真を見るとアルストのごとくとして使ってますね。あのトランギアタイプのやつですね。上にクッカー乗ってますけど、ちょっとこのクッカーは謎だな。だいたいパッケージをね、尊重してその通りに最初はやるんですけど、これ微妙ですね。なんでしょうね、なんかの鍋なんですかね。なんか鍋のように見えるんですけど、よーく見るとなんか鍋の縁がなんか合成のようにも見えるんで、ちょっと微妙ですね。まあこのあたりはね、いくつか試してみようと思います。それからもう一つは、このバーベキューネットストッパーっていうんですね。バーベキュー網をストッパー4つで110円。まあセリアさんなんでね、必ず110円なんですけど、これ気になったのでね、ちょっと買ってきました。ジャンコードですね。ステンレススチールで 3.4×4.7cm というサイズ。今までもダイソーに同じようなものはあったんですけど、今回は少し確認したいことがあったので購入してみました。ここのね、輪っかの直径が知りたいんですよね、ということです、はい。こちらもエコー商事さんの商品。違いました。こちらはエコー金属さんの商品。まあ実質同じ会社だと思うんですけどね。では早速こちらのミニごとくですね、開けてみたいと思います。おお。なんかやっぱり、まあ、110円だろうがいくらだろうが、やっぱり新しいもので新製品って嬉しいですよね。なんかね、いいですね。さすがエコーさん。ここがね、しっかりしたね、止め方をしてるので、こうくるくる回らないですね。一応こう固定される感じのいい具合の硬さで締めてますね。で、このリベットを3つ打ってるんですね。だからね、結構やっぱ頑丈で、強いイメージがあります。で、こういう風に置いて使うということですよね。で、アルコールストーブなんかをこういう風にセットして上に物を置きますと。まあこういう風なね、三角形みたいな形になるので、置く時にあんまり小さいもの置きにくいんですよね。例えばシェラカップ、通常サイズのやつね、 300cc ぐらい入るやつ、これだと置けるんですけど、ね、こっちの方に置くと落ちちゃうかなっていうね。ちょっとこう奥の方に入れてやれば大丈夫ですね。はい。で、例えばちょっと大きめの、これはシェラカップなんですかね、なんですけど、まあこれ 500cc ぐらい入る、底面積もね、ちょっと広いやつです。これだったら安心して置けるという感じなので、まあ、こんなやつの方がね、ホールド感はいいです。はい、こういう感じですね。もう一回、小さい方だとこういう感じ、まあ、置けるのは置けますけど、若干不安かなっていう感じはあるし、まあ、安心なところに置くと火の中心から少しずれちゃうかなぐらいですね。はい、そうですね、斜めになっちゃうんでね、この斜めにならないようにすると、こう広げてね、一番奥まで力
近づけてやると逆にやっぱ起きにくいしね。だからまあ一つじゃなくて二つあった方がねよりいいだろうなとは思いますので、二つ目も買ってみました。このあたりがねやっぱり100円の素晴らしさですよね。100均キャンプってね本当に皆さんすごく興味ある方が多くって、それはやっぱりですね安いのでまあ入りやすい、気軽にね試しやすいっていうのもあるし、まあ、逆に言うとねやっぱキャンプ用品専門メーカーの品が少し高いのかなと、高すぎるのかなっていうのはねちょっと思っちゃいますよね。はい、100均でね楽しめれば一番気楽にね遊べて、でまあキャンプらしさはね十分楽しめていいなっていう感じ、こういう感じになるんですかね。なんかちょっとなんかうまくいかないですね。思いっきりなんか綺麗に置こうと思えばこうすればいいのか、こうしたらまあ三角形で囲めるので、まあこれはちょっと微妙だな。このね直径が確か7センチぐらいしかないんですよね。だからやっぱり注意して使えば全然大丈夫ですけど、大きい方が使いやすいですね。あとまあこれぐらいの大きさにできるんだったら、もうちょっと大きな鍋でもね全然大丈夫な感じだし、メスティンとかでもいけますよね。ちょうど1号用のねメスティンがありますのでやってみましょうか。ダイソーのミニメスティンの方ね、はい、ちっちゃいやつです。でこれの場合もまあ当然ねこの状態だと非常にね安定するんですけど、まあ一つしかなかった場合であってもまあ想像しやすいと思うんですけど、これはすごく安定しますね。やっぱメスティンが横長なので、アルストのね中心、炎の中心の位置に置くことができるので、これとってもいいと思います。まあ、当然 1.5 号用だったらもう申し分ないですね。で炎までの距離ですよね、こう置いた時にこれぐらい、これぐらいってどれぐらいだろう、見た目3、4センチですね。はい。測れって。そうですね。ちょっと測ってみますね。はい。素晴らしい。ぴたり3センチでした。4センチではなかったです。まあ3センチなんでね、若干炎と鍋が近い気はしますけどね。まあ逆にね、風が吹いてる時だったら煽られにくいしとかいう具合で、まあまあいい高さじゃないですかね。結構ね、高く登るアルスト、炎がね、上まで伸びるんだったら、もう少しね、上にあった方がいいですけどね、五徳がね。まあけど、これぐらいでも全然、調理するのには問題ないだろうなと思います。で、こうなると、あれですよね、メスティンに入るかどうかですよね。まあこのあたりはね、もう、多分 YouTuber さんみんなやられると思うんですけど、ぴったりです。この1号用のミニメスティンに、ぴったりです。なんかねセリアにはねその手の方がいらっしゃるんですよねっていう風に最近は思ってます。なんかね期待通りのサイズでちゃんと作ってくれるんですよね。いやー本当にありがたい。だから、メスティンにアルストとごとくを入れて持っていけるという感じでね、もうぴったりですね。はい、このアレンジの仕方ってまたね使ってるうちにいろいろ見つかると思うんでね、結構そういうのって楽しいんですよね。あ、こう置くといいな。こう置くとすごく小さい感じの置き方ができるので、いや、あんまり変わんないか。やっぱりこうね、切れてるところと繋がってるところとあって、写真だとこの切れてる方が下なんですよね、当然ね。だからこう置くことになるんです。で、切れてる方を両方とも下に置くと、まあ干渉しちゃうので置けないけど、切れてない方をね下にして、うまいこと組み合わせるとちょっとこう小さめのごとくができるっちゃできますよね。はい、あ、できますね。そうですね、小さめのごとくができますので、まあここまで小さくしてやればね普通のシェラカップでもまああんまり変わらないな。変わりません。やっぱりね、少し大きめの鍋の方が安心しておけます。
ちなみにこういう風に正方形みたいな形で五徳を作れるんだったら、あれですよね、シェラカップにこだわる必要がなくてもっと大きなものいけますよね。例えばキャンドゥで売ってる鉄板、はい、こういうのもね4つあると、4つっていうかここからね、2組で4本あるとね非常に安定します。まあ2つでもできなくはないでしょうけどね、これね注意してやれば全然2つでもいけますね。あ、問題ない感じですね。そんなに別に必ずしも2組いらないですね。ただこのキャンドの鉄板ね、軽いので鉄板にしてはそこまでね重さに気を使う必要がないんですけど、割と重たいよっていうね、あのスキレット、鉄でできたスキレットとかだったらね、その場合はやっぱりねこれぐらいあった方が安心ですね。うん、あった方が絶対安心です。そういうのはね思いますね。これはねもう今はないんですけどね、昔ダイソーで買ったスキレットなんですよ。正方形でねすごく好きなんですけどね、なんか最近というかもうずっと見てないですね。蓋はね自分で鉄板切ってね、でこれセリアのなんか金属のアクセサリーなんですけど、本来何かな分かんないですけどね、こういうボルト型のねなんか何でしょうね、何かなんですけどねこれがちょうどいいのでつけてます。これを蓋にしてますね。圧もかかってねすごく調理がしやすいです。ちなみにこれはねもともとはスキレットカバーではなくて、あ、ホットサンドメーカーを入れるものですね、これはね、というものに私はスキレットを入れてるという使い方をしてます。どこまで大きなものが置けるのかなっていうちょっとね気になったんで、この20センチある鉄鍋、鉄職人っていうねあのパール金属の商品ですけど、こちら置いてみますね。アルミクッカーも入ってます、普通の20センチです鉄鍋ですけど、これ置けるのかな。あ、全然、逆にねぴったりですね。これぐらいのものが置きやすい、直径20センチですね。あ、すごくいいです。これだったらね料理した後その五徳っていうよりも、まあ、鍋敷としてね、そのまま置いても安定してる感じで使いやすいなと思いますね。このセリアのパッケージに写ってる鍋、これやっぱりシェラカップではないんですけどね、どう見てもね、なんかこれぐらいかもしれませんね。これは EPI のアルミクッカーセットみたいなやつですけどね、はい、これぐらいの大きさなのかもしれませんね。だからシェラカップよりは少し大きいので、やっぱりこれぐらいだとそうですね、安定はちょっとここ底が丸いのでね、微妙な感じですけど、安定感はそうですね、まああんまり丸いとシェラカップとかはないかな。パッケージの写真的にはこんなやつだと思います。あとこちらのバーベキュー網用ストッパーについては、まあ、買ってきた理由っていうのはですね、実はあの前回の動画でやってるメッシュ焚き火台、進化系のやつ、あちらでメッシュの方にですね、あのダイソーのこのストッパーだと穴が入らなかったんですね。だからセリアだったらもしかしたら入るかなと思ってちょっと買ってきてみたんですね。外径で 8.9 ミリぐらいなんですよね。微妙にねやっぱりね大きさがちょっと大きすぎるかなと。これがね7ミリぐらいだったらね直径が多分ね入るんです、メッシュ焚き火台の穴に。だから2枚の網をね同時に固定できたんですけど、まあ、残念ながらね少し大きさが大きすぎましたね。まあこのあたりはね仕方ないかなというところで、ちょっとこちらはねもう動画は割愛します。ということで今回はセリアの新商品、折りたたみミニ五徳について開封レビューをしてみました。まあ、結構面白いしね、五徳以外の使い方ももしかしたらなんかいろいろできるかもしれないですね。面白そうな気はします。何かねこういうのに使えるんじゃないかな、いい案があったらねコメントで教えてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。